ブルーマンデーは、イギリスのニューウェーブバンドである、ニューオーダーがリリースしたシングル。リリースは1983年。前身のバンド、ジョイディビジョンのボーカルであったヤン・カーティスの自殺を曲にしたもので、メンバーが、その自殺を知った月曜日をギミックなリズムのトラックに乗せて、突然の死に際した心境が歌われている。バーナード・サムナーが、新しいオーバーハイム社製。 ドラムマシンをいじっているうちに思いついたという16分で刻むイントロのバスドラムのパターンが非常に印象的である。ディヴァインのラブリアクションのように全く同じバスドラムのパターンを使用した楽曲も存在する。24アワーパーティーピープル内でその作曲風景が描かれているが本来のブルーマンデーとは対照的にギターサウンドである。 この曲が世界的にヒットしたことにより、ニューオーダーはクラブシーンをリードするグループとなった。ファクトリーレコードのカタログ番号は FAC73、全英チャート最高9位、米国クラブプレイシングルスチャート最高5位。ちなみにカップリング曲はザビーチでこの曲のインストゥルメンタルミックスである。オリジナルアルバムでは、米国版の権力の美学のみに収録されており、また、 カップリングのザ・ビーチも収録されている。日本では当時ファクトリーレコードの販売を行っていた日本コロンビアより12インチシングルのみリリースされた。収録曲は以下の通りで海外版と同じである。1988年クインシー・ジョーンズがリミックスを手掛けたシングルブルーマンデー1988がリリースされた。この曲では彼の片腕でもある。 ジョントークスポトカーがメインプロデューサーを務め、彼自身はスーパーバイザーとしての立場を取っている。当時アメリカ国内のニューオーダーの作品は、クインシー・ジョーンズのレーベルであるクエストからリリースされていた。ファクトリーレコードのカタログ番号は FAC73R。前衛チャートでは最高位3位、全米チャートでは最高位68位と振るわなかった。 もののクラブプレイシングルスチャートでは、前作、タッチと、バイザ・ハンド・オブ・ゴッドとのカップリングによるシングルが1位を獲得している。なお7インチバージョンは1994年にリリースされたベストアルバム、ザ・ベスト・オブ・ニュー・オーダーに収録された。ちなみに、カップリング曲は、ビーチ・バギー。この曲も、ブルー・マンデーのインストゥルメンタルミックスである。日本では、オリジナルの ブルーマンデー同様1988年6月21日に日本コロンビアより 7cm と 12cm2 種類の CD シングルがリリースされた。収録曲は以下の通りで 12cm シングルには日本版のみのボーナストラックとしてオリジナルのブルーマンデーも収録された。ブルーマンデー1988ブルーマンデー1988から4時10分。 ビーチバギービーチバギー4時20分ブルーマンデー1988ブルーマンデー1988から7時12分ビーチバギービーチバギー4時20分ブルーマンデーブルーマンデー7時29分この曲はリッチー・ホーティン、ハードフロアなど様々なテクノミュージシャンによってリミックスされているこのリミックス集を集めたシングルが1995年にリリースされている ハードフロアのバージョンはベスト版ザレストオブニューオーダーにも収録された。この曲は多くのアーティストによってカバーされている。また、カイリー・ミノーグのヒット曲、熱く胸を焦がしての別バージョンとして、この曲とのマッシュアップ曲、Can't Get Blue Monday Out of My Head がある。さらに、リアーナの2007年のヒット曲、シャット、アップドライブにもこの曲の一部が、 サンプリングされている。ありがとうございます。